ゼブレンムスのキャラ手相診断の動画、よいしょよいしょ。どうも、私がゼブレイン松井と申します。趣味で手相をやっておりまして、この動画ではですね、いろんな方をゲストに招いて、その方にまつわる手相のあれやこれやいろんな話をさせていただいておりますよ。コメント待ってます。では早速本日のゲストの方です。どうぞ。可愛らしい方が来てくれましたよ。それでは自己紹介をどうぞ。ヒプノシスマイクから来ました、目村ラムザです。お願いします。よろしくお願いします。ラムザ君を招いてお話ししたいのはこちらの手相です。さあ、ここに注目です。人差し指と中指の間から薬指と小指の間に伸びるこのような輪、こういった輪がある方いらっしゃいますか？まあ、いないと思いますけども、こういう輪がある方めちゃめちゃモテます。輪ができかけっていうだけでもなんか不思議な魅力があって、異性から好かれたりするんじゃないんでしょうか？心当たりがあるんじゃないんですか？私はありませんよ。悲しいですね。さあ早速ね、ラムラ君の手相をね見させていただきたいと思います。さぞ可愛いからねモテるんでしょうね。大丈夫、アメちゃんはね、また手相見てからね、ちょっといいかな。アメちゃんは大丈夫だからね、ちょっと手相見させる。アメちゃんはね、あー怖っ、ありがとうね、後でもらうからな。おいしい。